と家に帰るよ。どのぐらいなんだろう。カラって超ありそう。カラだとどのぐらいなんだろうね。結構あると思うよ。70？ 80キロ増えた。9時半になった。あ、やべえ。今日帰ってすっごい怖い。あれは間に合わねえよ。何？楽天ポイントの、まあ、楽天モバイル絶対もう、まあいいけど、どうせ1とかにそこやな。よくてこう応援だから、うん、しょうがねえねえ。まあでも全然俺後悔しないっていうか楽しいから、うん、5円だったらこっち選ぶだろ。いや選ぶでしょ。価値が違う。5円だったらこっち選ぶな。価値が違う。ってこれどうなってんの。あーあ、そういうことか。通行止めなし。いや、通行止めなし。どこの道なんだこれ。わかんないんだよね。どうした？うん。だろうね。うん。わかってるよ。もう俺だからいるぞ。ポンって。ポン。やべ。座席穴開いたっちゃう今。座ってないんじゃなくて怖いや。ここも怖いな。なんか知らんけど。そろそろ携帯に変えようか。歩きたくなる。わかる、うん、今歩いてたお兄さんちょっと羨ましいとか一瞬思ったもん。綺麗。なんかここだったら一人で歩いてても怖いって気持ちにならない、うん、こうライトアップいいよね。そうだね、ちゃんとこう意識してさ、うん、雰囲気出してるよね、ちゃんと。でもオレンジライトって優しい色だから安心感がある。でもね、歩いたら歩いたらね、車いいなって思って不思議なことに。奥湯川どこにあるの。名前の字のそのまんまでしょうね。字の21時半か。今日ほぼ一日遊んでる、うん、何時頃だったっけ。でも今日12時で出てる。9時間運転してるの。まあ疲れてるんだよね。まあいいよ。いや、いい場所走ってるからじゃない。ああ、それはあるかも。幕山じゃねえよ、温度山しかに。しかも睡眠もそう。睡眠っていうか眠気もそうなんだし。今日はすごい。困んねえか。眠気いっぱいしてた。寝まくってた。この時間帯も困んねえかな。それが。あのルートが怖いんだよな、あの海沿い。どうした。どっち。どうした。あのピエ。あれ、なんか雨。そんな慌ててスピード出さなくてもいいぞ。陳列させるロボットもできちゃったんでしょ。
ただ万引きもあるからさ、従業員はやっぱ必要なんだよ。いやー、監視カメラあるからそれは後で捕まえてくる。いや無理だよ、現行じゃなきゃ万引きは。残念ですけど。え、どういうこと？え、万引きを捕まえられるのは現行でやってる時だけ。例えば、いやそれは嘘でしょ。いやそうだよ、監視、例えば、え、じゃあ何、現行でバレなかったら盗んでいいの？え、現行でバレなかったら盗んでいいのっていう、あなたの言い分になっちゃうけどさ。いやだって実際そうじゃん。いやいや、それはないでしょ。あとで警察で監視カメラ押収して、あ、こいつだねっつって、そいつ指名手配になってしょ、うん、それはないと思うけどさ。だから現行犯でやってるところじゃないと捕まえられないんだって。あ、捕まえるのはね、うん、言ってるじゃん、痴漢もそうだし。いいね。何が？クリエイト寄らなくても、もう帰っちゃうよ、うん、そんな軽乗車左寄らなくたっていいじゃんちょっと面白い超鉄左寄ったよね、この石川さん湘南の方に、まあ全部ここ湘南だけど、まあ、ね、すいません、たまナンバーが通ります。噂のクリエイトが出ました。スーパーとしても優秀だもん。優秀だ、安いしね。そう、安い。スーパーとしても食材も買えるしさ、ドンキー、マッキーを。ただでも薬局だからさ、薬も安く買えたりとかさ、日用品も安く買えるじゃん。クリエイトは優秀なんだよ。あんな駅前にくだらない薬局いっぱい作るなら、クリエイト作ってほしいわ、駅前に。ただね、やっぱイオンのあの100円 1.5 リットルコーラは勝てないと思うんだけど、あれ本当にね、最強、個人的にだけどコーラ買んねえもんだって、基本的にサイダーとかは買うと思うけど、こだわりない人だったら全然ありだと思う、安いし。ただジンジャーエールは無理だったあれはまずかったなそういうのね、意見出すとすれば品種改良してくれるんだよ。いや多分無理だと思う、あれはコスト下げてるやつだから。ジンジャーエールはまずかった、正直言うと。申し訳ないけど、イオン。どうしたの？お前はバカか。何？なかった。夜だから海見えねえからな。うん、しょうがない。あんまり楽しめないけど。真っ暗寄らなくていいね。
てんな、ほら。ちょっとだけ充電しよう。待ってね、ママ押さえててあげるから。とりあえず70あればいいか。ケツ痛いな。そりゃずっと座ってる。あれ使えばいいじゃん、ブヨブヨくん。あれうちやえ、あれ嫌なんだよ、やるとザコなんか席高くなっちゃって、なんか座りづらいから。わかんないんだね。お前ちっちゃいから関係ないかもしれないけど、さ、背あるし。親にも殴られてないのに、なんとに。え、ポンチか。ポンちゃんのうんこさせれなかったな。あそこ歩かせてあげればよかったな。わー、タンパイクのところで。いや、もう帰りたいよ、嫌だよ。さすがに暗いんだから。つまきない。うんこしないじゃん。プッ。なんで下の方見たの、お前。こっからじゃない、こっちこっち。ポップこっち。おいおい、そんな耳立てないで、こっちだよこっち。おめえこっちじゃねえよ。ひどくれこれ。見る見る。かわいい。あ、胸抜け。さあ帰るぞ。かわいい。湯河原駅ってどこやん。え、もう過ぎちゃうんですよ。あ、過ぎた。過ぎたじゃん。過ぎたんだ。え、来た道のとこにあったじゃん。へ、あの商店街じゃねえや、なんだっけ、あそこ。今来た道、逆流してきた道の左側にあったじゃん、もの湯河原駅。あそこの通りにあるじゃん。どっちだろう、こっちでいいんだよ。
たいなって気持ちになるかもしれないけど乗らない。すごいや、せっかくここまでお得プランできてたのに、駐車料代やガソリン代以外は ETC は利用できません。そうできないんだよ。記憶はあるんで、だってあるしかないんだよ、道が。でも道一気にね、10キロぐらい減ったよ、あの道ででも変わるよ、あそこ200円だし、まあいいんじゃないの、まあ、たまには行くか、まあ、これでね、景色が見えたらもうちょっと良かったねってなっちゃうかもしれないけど、それはそれで、うん、これ街灯ねえんだなんですか。普通にねえな、いつも昼間撮ってっから気にしなかったけど、でも街灯はなくても車の交通量多いから必要ないんじゃないみたいな、そんな流れ、うん、怖いな。で、まあ、ケイちゃんも元気になったからよ。なんで寝てたからさ、疲れてる。みんな結構スピード出すの。なんかあの、一本道じゃないけど、まっすぐだからね、ほぼほぼ。それでも時間が 3.2 分と下行ってたらもうちょっとかかってた、下手したら10時とかだったかもしれない。まあ信号待ちは一応ないけどね、時間の差がそこまで、まあそんな距離変わんないからってのもあるけど、先に右曲がるよって感じでさ、待っちゃう可能性あるし、ね、こっちもあれ怖いんだよね、クロスカウンター見えるちなみにポプちゃんママ乗って一生懸命飲めて、うん、ここはもう洗礼だね、めっちゃいいんでちゃう、うん、
これなんだ、面白かった今どっちかっていうと、スーって感じで、トップのピューって感じで吸い込まれ、本当持ってかれたよ、普通に持ってかれたよね、何の抵抗もなく、ピューもしかしてキャンキャン言うかなと思ったら何もなくかよ、むしろ心配だった、誘拐されるなこの子って。あれ前とかローソンあったっけ。あったよ。帰りなんか買ってほしいって言ってなかった。え、チキンラーメン食いてって言ってたっけ。じゃあドンキで買うか。でもドンキがついでにじゃあチモシも買ってきてよ。はい、あどこか買わねえかな。うん、そろそろチモシのストック必要じゃん。牛乳買うと今日無理だわ時間的に。に比べたらまだ全然、気分的にもいい。何これ。ああ、すごいとこびっくりした。片側車線。
メンあるでしょ。ない。ん？味噌ラーメン。あ、でもそれを買わないとなくなるな。嘘。あれ。だってあとこの間食ってからあと4つぐらいじゃないの。あ、食べたら大丈夫。ETC 使えんの意味わかんない。だってこれ高速道路じゃん。あれ、あいつもこっからか。うん、乗ってんの。あれ高速道路。そうだよ。東海道線だ。東海道。峠通ったの覚えてる。で、俺超遅くなったねっていつまま入ってきました。さすがにこのルート通んねえよな、湯河原。っていうか椿ライン下りが今回初めてだったの。うん、もう初めてだよね。何目開けてんだよお前は。かわいいやつめ、早川駅。ああ、車屋ラーメンやってんだ今。そう、地元では何か人力車っていうね、ラーメン屋に変わった。よくわかんないラーメン屋。これどっちだろうな。あ、見に行く。およそ 300m 先、右折専用車線に注意してください。右折専用ですよ。本当だ、右折だ。北海道線だって小田急は走んない。あ、違う、そうだね、グリーン車あったの。体温料理大人3200円、高い。時給1100円だったよ。食べ放題って俺多分ね2500円が限界だと思うよ。だって喋ろうっていう無敵な店ができちゃったじゃん。まああれしゃぶしゃぶだけだけど、まあ、誰でさえも1500円ぐらいじゃんね。勝てないよね。あ、これも小田原か。200キロぐらい走ってるから。変な話、2つもさ進んでるから。
経験。